お、よし、じゃあ行きます。はい。ではですね、ピーター・ドイグですね。ピーター・ドイグ、なんでしたっけ、あそこ。ああ、国立近代美術館ですね、失礼。国立近代美術館で、展示されています、ピーター・ドイグ展。で、まあ、例によって例のごとくですね、あれですね、コロナウイルスでですね、なんていうんですか、行けなかったんですけど、再開されまして、はい。また行けるようになりましたよ、ということですが、僕はですね、実は、シャットダウンされる直前に行ってます。もう2日前とかですけどね、に行きました。ので、なんか密に見えるかもしれないですけど、別にこれはだから前だったからってことですね。はい。で、みんな好きですよね、ピーター・ドイグル。で、というか、SNS なんかを見てですね、ドイグのことがすごい好きなんだなーってことが分かってですね、僕は正直なところちょっと不思議だなと思っているというか、まあ、ちょっと面白い現象だなと思ってますね。なんか、なんていうかな、本当に好きですね、ピーター・ドイグみんな。アートをやってて、今違う仕事に就いてる人とかね。あるいはその若い作家、学生とかですね。もう、かなり好きですよね。ドイグが。で、まあこれなぜかというのは、僕は後から話しますね。これは、まあ話しますね。で、まあ、いろんな、まあ、ドイグっていろんな要素がありますよね。でね、まずね、僕がね、思ったことはね、この人ね、画面埋める人だなーっていうのはすっごい思った。とにかくね、隙間がないんですよね。で、こういうのとかもね、こう、まあ、なんていうかな、自然のね、こう、まあ、湖かなんかわかんないけどね、に映ったところですけど、で、天の川みたいなのがあってね、これもね、僕ね、埋めるためにやってると思うんだよな、っていう感じがするんですよね、僕。これも上下反転みたいなやつですけどね。はい。で、いろんな人のね、テキストを僕もこれ読んだんですけどね、あんまりしっくりくるのないのよね、道具についてのテキストで。で、なんかすごい叙事的っていうか、まあ、物語が読みやすいですよね。物語がありそうなんですよ、ドイグの、作品って。で、実際彼のその振る舞い自体もちょっと物語的っていうか、なんていうの、まあ、要するにスーパースターとして、まあ、YBA ですよね、ヤングブリティッシュアーティストの、一員って言っていいのかどうかわかんないけど、まあね、その一人としてね、活動開始して、その後どこでしたっけ、彼、移住しましたよ、コスタリカだっけ、ごめん、ちょっと忘れちゃった。移住しましたよね。で、それでなんかそこで、絵を描きながら、好きに絵を描きながらですね、暮らしてるみたいな。なんか、いいですよね。生き方としていいじゃないですか。そういう生き方にも惹かれるものが、物語があるしね、それこそ作家性があるしね。同時に、そう、なんか絵の具がいっぱいついて、まあ、でも、この話をしなきゃいけないからな。そうそうそう、これとか見たらわかりますよね。なんかね、こびりついた絵の具みたいなのがいっぱいあるのよね。でね、これはね、誰だったかな、誰のテキストだったかな、忘れちゃったけど、このこびりついたものを深読みするっていうようなテキストを書いてる方もいましたね。まあ、ただね、でもね、その読みもね、このこびりついたやつが人に見えてきたりとかね、なんかイメージに見えてくるっていう話をしてるんだよね。でもね、僕、彼の魅力ね、そういうところじゃないと思うんですよ。絵の具の絵の具性っていうかな、
ペインティングらしい、ものすごく、ペインティングらしいペインティングを描いているわけでもないんですよ。こういうピッピンみたいなね、やつだから、こう、筆で塗るっていう感じではないんだけど、まあ、塗ってるけどね、ほとんどは塗ってるけどね。このこびりついてるのはまた違いますよね。ペッパってこう、散らしてますよね。でね、これはね、この3つの画面ですよね、こう。1、2、あ、だから1、2、3ね、これ。こう縦にこう3個やるってやつね。で、これもね、僕ね、なんでこんなことが必要だったかっていうとね、これね、とにかく画面埋めたいんだと思うんだよな、僕。単純に。俺なんかそんな気がする。そんな気がするって。まあそうだと思いますよ。で、まあまあ、こういうのも叙情的ですよね。で、こびりついた絵の具みたいなのいっぱいあるんですけどね。これなんかまあ、典型的ですよね。雪山っていうかね。で、なんかね、あとね、これもね、なんかね、言ってるけどね、この木でかすぎるじゃないですか、どう考えても。人がこの大きさですから、木がここ、どんだけ木でかいんだっていう木なんですけど、こういうのも、がピーター・ドッグの面白さなんだっていう風になんかだどな、カタログに書かれてたのかな。だけど、そんなものは絵画では無数にあるわけで、例えば中国の山水画とかだってそうだし、別にそのルソーの絵とかもだってそうでしょ。だから、別にそんな目新しいことではないので、と思うんですね。で、まあまあ、この辺は面白いけどね。こういうのは面白いけどね。で、あと建物ね。これはまあ重要ですよね。建物は重要ですよね。建物っていうか家ね。家がすっごい出てくるんですよね。彼ね。これはまあ重要だと思いますね。で、この辺からだんだん移動してくるのかな。これ面白いですよね。これはすっごい面白いですけどね。まあ躍動感もあっていい絵ですよね。この辺はどうなのかな。これね、グリッドが途中からすっごい出てくるっていうことですね。ですね。彼グリッド途中からめちゃめちゃ取り入れてますよね。グリッドをどう解釈するかっていう話もまあもちろんあると思いますけどね。ただ僕ね、これね、画面構成上グリッドが必要になったっていう話の方が僕は説得的だと思う。つまり、何かのコンセプトからこのグリッドが出てきたとは僕思えないんですよね。いや、もちろんコンセプトあると思いますよ。彼自身にはあると思うけれども、それよりも、この画面を作るときに、後ろが森でですね、森っていうか、まあ、木でですね、そのまま、おじさんが卓球をしてると。いう絵では足りなかったんだと思うんだよな。多分。だからね、さっきこう3面に分けたりしてたじゃん。3面っていうか3つに分けてたりしたじゃないですか。あれが、なんていうかな、でもやっぱこの人、どういうか、やっぱまあでも面白い作家だな、やっぱりこうやって見ると。難しいですよね。やっぱりね、が、あのね、が、あのね、でかい画面を作るっていうのが、絵画ですごい難しくなってるっていうことだと思うんですよ。その時に、しかもこう、イメージを、かなりはっきりしたイメージを描く人なので、その時に、これ必然的に要請されたんじゃないかなっていう気がする。しますね。ですね。なので、やっぱり彼は新しい絵画なのかもしれないな。こうやって見ると。これ僕2個撮ってんの。これはまあなんかいいですよね。
これは物語が僕好きですけどね、なんかね。これ夜のスタジオって言ってどういう物語なんですか？ちょっとよくわかんないな。これは移住してからのあれですね。ね。だから多分こういうものが書きたかった人なんだろうな、本当は。スペインか。スペインに移住したんだっけ。まあまあ、これ作品ですね。これも移住してからの作品ですよね。ちょっとね、これでも俺全部作品撮っちゃった。これもグリッド出てきてるでしょ、ここね。で、これ多分要請だと思うな。これ隠してみればいいと思うんだけど、これ隠してみたら、こいつだけが浮き上がるでしょ。こうやって、ボーンって。だから、ここに何書くかっていう話だったと思うんだよね。で、この草あるんだけど、これではダメなんだよね。じゃあ背景全部描くかっていうと、それ全然違う絵になるじゃない？で、その時に、これはなんかすごい層が多いけど、1、2、3、4層になってるけど、これをつなぐものとしてこれが必要だったっていうふうに解釈するべきだと僕は思うんですけどね。まあちょっとそれはあれですね。まあもうちょっと細かい解釈が必要ですけどね。まあこういうのね、いいですよね。絵としてね。まあまあ、これはまあ、これは確かに奇妙な遠近法ですよね。この1、2、3と人がいますけど、これは奇妙な遠近法ですよね。まあこれはグリッドと旗が一緒になってるんですね。これすっごい好きだったけどな。これすごい好きでしたね。この建物っていうのがやっぱりね、重要ですよね。建物とグリッドの関係っていうのは一つ、あると思いますね。建物は基本的にグリッド構造でできているので、あらゆる建物ね、我々の認識自体はグリッド構造でできているというか、まあ、世界認識はね、グリッド構造でできている、あるいはグリッド構造になってしまっているので、まあこれ、J.G. ギブソンが言ったことだけど、そういうふうになっているので、それをですね、こう組み替えていく作業をするときには、どうしても家とかですね、グリッドっていうものがですね、溶接されたんじゃないかっていうふうに思いますね。そうですね、これはなんかすごい好きでしたね、僕。すみません。で、最後ですね、なんですが、まあ、これで全部の作品僕写真撮ったと思うんですけど、作品数そんなに多いっていう感じではないです。大きい作品いっぱい来てますけど。で、これ彼なんかその移住先の田舎で映画を見る会みたいなのをやってるみたいで、なんかね、日本映画も好きみたいですね。いっぱいありましたね、日本映画もね。これ東京物語でしょ。ね。東京物語的な絵もあって、東京物語的ですよね。これ花火とかね。なんか日本的な叙情がないですか？あるいはまあ、日本的って言わないまでも映画的な叙情がある作家ですよね。そうだと思います。ただですね、ちょっと今日、で、まあ今話しててですね、まあちょっといろいろやっぱり、ドイグっていうのは面白い作家だなというふうにやっぱり改めて思ったんですけども、少しちょっと違う話をしちゃいますけど、ですね、あ、ごめんなさい、ちょっと僕の方に戻しますね。僕ね、昔ね、いい絵っていうやつについて書いたんですね。いい絵、白っていうのがテキストがあるんですけど、ですね。あ、これなんかちょっと重くなっちゃったかな。大丈夫かな。これ消すか。
丈夫かな？配信は大丈夫ですかね？大丈夫そうですね。あれ？配信止まってない？大丈夫これ。大丈夫かな？で、ですね。配信、やべ、俺配信のページ見せちゃったな。まあ、いいか。このテキストで書いたのはですね、まあちょっと脳科学なんかについても触れてるんですけど、ここで書いてますね。いい絵とは何かと、それは気持ちいい絵だと。で、ミラーニューロンっていうのがですね、ありますね。発見されたわけですね。ミラーニューロンっていうのはですね、例えばですね、誰かがですね、まあ何でもいいや、テレビとかですごい酸っぱいもの食べてるのを見たら、自分もこうって酸っぱくなっちゃうみたいなこと。だから、見てるものと、自分の感覚っていうものが、同期するっていうかな。そういうニューロン、脳です。脳のニューロンね、があるという話なんですね。で、僕、絵画にも、にも同じことが起きてると思うんですね。で、ドイグのですね、作品が人気な理由っていうのは、やっぱり僕はこのいい絵だからだというのが基本的には僕はあると思います。さっきのですね、こびりついたこの絵の具ありますね。こういうこびりついた絵の具なんかもですね、これミラーニューロンが反応するんじゃないかなっていう気がするんですね。で、ただそのミラーニューロンもですね、当然だから訓練されないとわからないわけですよ。赤ちゃんとかがですね、にもミラーニューロンはあるけれども、その経験がなければその反応しないわけですよね。で、僕はですね、その日本人はすごくその絵を描くっていう教育を長らく受けてくるので、よく言われてるんですけれども、日本には制作教育しかの美術教育には、日本の美術教育には制作教育偏重で、鑑賞教育がないっていうのをよく言われるんですけれども、制作はすごくさせられるので、そのなんかミラーニューロンが発達してるっていうかな、国民なんじゃないかなっていう気がして、まあこれはまあ多分そうなんだと思うんですよね。だから僕、ペインタリーな絵っていうかな、そういうのをすごい日本人好きなので、その良さっていうのがですね、やっぱりドイグにはあると。で、しかもそういう絵でドイグはその世界の、トップに、まあ、居続けてる作家なわけですよね。だから、なんていうかな、評価されてるっていうか、みんな好きなんじゃないかなと思ってるんですよね。で、ちなみにこの「いい絵師論」っていうやつは、ちょっとですね、「いい絵」っていう言葉を使っている、ことに対してですね、そのかなりですね、批判的に書いてるんですね。で、「いい絵」っていうのは結局快楽でしかないんだっていう書き方をしてるんですね。ただですね、そのこうやってですね、ドイグの作品を見るとですね、やはりその快楽があるにしてもですね、どうも快楽を更新している気はしますね。そこには更新があるという気がしてきました。今 見てただけど。で、それは非常に複雑なことをやっぱりやっているし、とても意識的な作家ですよね。ものすごく意識的な作家だと思いますね。で、そうですね。ただなんか、まあ、うまいことを、彼はやっぱうまいよな。意識的な部分と、その抜く部分みたいなものがすごい上手なんだろうな。でも、そのやっぱり意識された部分を冷静に分析していくというのが重要な気はしますね。で、僕はこのね、大きさとかに関しては、結構僕は、
大きさとか遠近とかに関してはね、これを結構ね、あんまり意識せずにやってるような気がする。こっちの方がいいじゃんぐらいの。やってる気がするな。で、こういうなんかね、こういうところがそのいい絵ですよ。描いた跡がわかるでしょ？ね。まあ、わ、まあでもび、まあ、このわかるようなわからないような感じがまた微妙なんだけど、なんか、この感じね。これはでもね、これは意識的にやってると思うね。ですよね。だから、やっぱりドイブの作品どこから切るかっていうのはすごい難しいですね。モチーフから切るっていう、まずやり方がありますよね。それから、ペイントっていうことの快楽っていうか、まあ、ペイントするっていうことから考えるのがありますよね。それから、まあ、まあ、絵画論っていうとおかしいけども、なんていうのかな、まあ、遠近法とかそういうやつね。から考えるのがあって、で、あとはやっぱりね、そのね、平面性から考えるっていうことだと思うのね。その平面性っていうのは、画面を埋め尽くすっていうこと。あるいはそのグリッドによって構成していくっていうこと。コンポジションって言ってもいいかもしれない。でもな、コンポジションって言うとちょっと違うんだけど、で、やっぱ全体をコンポジションするっていうのかな。そういうことで、僕はやっぱなんかコンポジションのところ、最後の、その平面性コンポジションが、重要な気がしてきましたね。というのが、他のところがあまりにも目立ちすぎるので、家とか絵の具のとかがね、とか大きさとかが目立ちすぎるので、その他の部分の、その絵画の、その矩形の絵画の全体像っていうかな、というものを、その一望した時に何が我々に見えているのかっていうことを、やっぱり彼は非常に意識的に構成してやっていると思うので、そこに彼の魅力があるはずですよ。と思いますよ。多分。やっぱりこの、なんていうかな、部分で見る作品じゃないですよね、この作品。彼の作品って。なんていうかな、なんとなく言ったことがあるかな。こう部分部分を見てさ、こうつなげていってこう見ていくっていうような作品ってあるんだけど、そういう作品じゃないんだよな。どんとこう一枚で現れてるっていう、そういうタイプの作品なので、そういう一望するときに見えてくるものっていうものについて、もう一度考えなければいけないですね、やっぱりね。でもやっぱりこの、なんていうかな、まあ僕、やっぱりね、絵は難しい、海外を語るのは本当に今難しいんですよね。微に入り細に入り語ることはできるし、彼なんか物語がすごくあるから、作家としても物語があるし、絵画の中にも物語があるから、語りやすい作家ではあるんですけど、でも、絵画っていう、なんていうかな、絵画という一個の作品としての語り口っていうのは、僕が知る限りまだないような気がするな。海外でもすっごいね、ドイブの作品って、いろいろ書かれてる人なんですけど、あんまりないですよね。そういう気がしてきました。なので、ぜひ、見に、これからね、まだ展示だいぶ続くと思いますので、見に行かれる方かなり多いんじゃないかと思うんですけど、ぜひですね、まあ、これは絵を見るときはいつでもそうだと思いますけど、近づいてみるっていう、近づいてね、すごく見ると面白いものたくさん見えてきます。それすっごい魅力的なんですよ、ドイブの作品って。近くに寄ったときにいろんなものが見えてくるっていうね、とっても楽しい作品です。そこにはもう強烈な快楽があります。しかもそれはおそらく新しい快楽なんですね。いい絵とは、また、いい絵なんだけど、いい絵の快楽を更新してるっていう感じだよね。なんだけど、引いた時に見えるね、そのなんかね、なんかね、
いいんだよ。いいんだけどね、ものすごく荒涼とした感じっていうかな。ああ、でもこれはもしかしたら映画から考えるといいのかもしれないな。だからか、映画のカメラですね。動画のカメラから考えるのと、もしかしたらいいのかもしれないですね。彼はそれ考えてるかもしれないですね。映画好きだからね。その可能性は十分あるな、っていう気がしてきましたね、今ね。カメラ位置みたいなもの、カメラの位置とかですね、フォーカスの仕方とかですね、そういうもので操作している可能性は高いね。なんかそんな気はしてきましたね。それでいけそうですね。まだいけそうですねが出てきましたよ。ね。そうそう。だから映画もね、やっぱりね、ちゃんとね、見ないといけないんですよね。でも、とにかく僕は、快楽、いい絵として見るだけっていうのはすごくもったいない作家だと思うので、ぜひ、いい絵としてだけではなくですね、快楽としてだけではなく、絵画として、コンシャスに、ぜひ、鑑賞してほしいなって思う、作家ですね。やっぱり素晴らしいと思います。という感じですね。なんかもう一回見に行きたくなってしまいましたね。以上です。さあ、ですね。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ。アートっていうものは。